お疲れ様です。まあ、目先の結果を出すをね、これ非常に大事なんですよね。で、山本太郎さんのことをまたね、絡めてお話しさせてもらうと、山本太郎さんって、まあ、政治家なわけじゃないですか。で、一時期、議員バッジをなくした時もありました。でも、政治家じゃないから、国会議員じゃないからといって、国会議員並みの力がなかったのかというと、そうではないんですよね。たまたま議員バッジを外しただけあって、で、力はずっとあったわけですよ。で、政治家として返り咲いたとき、いきなりトップスピードから始まるわけですよね。しかも、山本太郎さんが政治家じゃなくってね、国会議事堂の中にいなかった、国会の中にいなかった時ですら、多くの方は山本太郎さんに政治家としての資質をずっと見ていたんですよ。そうなるとね、オンとオフって考え方に結びついていくわけなんですよ。多くの人は、今オフだからとかね、じゃあこっからスイッチ入れてオンにしようみたいなことを言ってますけども、人生にオンオフってないんですよね。仕事場を離れても仕事に関係したことを考えていたり、仕事に役立つような情報に目を向けたりとか、仕事の疲れを癒していたりとかをすればね、それはもう仕事の一部だと思うんですよ。気持ち的にオンオフだからっていうのはあると思いますよ。例えば休日だからとかね、勤務が終わったからみたいなところで。でもそんな時でも、私も会社員の経験ありますけども、休日だろうが何だろうが出勤せないといけないような連絡は入るわけですよね。そして仕事が終わって帰った。だけども緊急呼び出しで深夜でも早朝でも出かけなければならない時があります。だからね、サラリーマンってね、365日24時間を会社に売り渡しているんで、休日も休日という仕事をしてるんですよね。まあ、そう考えていくと、山本太郎さんの話にね、ここから話続いていくんですけども、山本太郎さんって、今、外旋を主にされてますけども、外旋って言ってみれば、仕事の外でやってる仕事なんですよね。でもそれがなければ国会で話していることとかにつながっていかないんですよ。なぜなら国会の密室で話されていることって、一応インターネットや一部 NHK で放送されてますけども、ほとんどの方が見ることが不可能なんですよね。どうしてかっていうと、あれだけ長いね、国会の質疑、これをずっと見れる方っていうのは一日中時間がある方なんですよ。で、大抵は切り取ったダイジェストを深夜の番組でちょっと見るだけなんで、切り取られたところだけを見ると誤解するんですよね。だからその誤解を解くためというところもあって、一部切り取られたことをちゃんと市民の質問を受けて説明する場を自分で設けてるんですよね。これが山本太郎さんのすごいところで、オフをちゃんとオンにしてるわけなんですよ。で、そもそも政治家ってオンとオフって許されないわけですよね。まあ休みだからっていうんで、じゃあ国の危機ですとかね、災害対応ですとか、緊急を要する声明を出さなければなりません。いや、今日休みなんで出ません、副大臣がいるでしょって話になんないですからね。やっぱりそういう時に、どっかでね、豪雨災害が広島で起きた時でも、自民党は飲み会のどんちゃん騒ぎをね、酒盛りをしていて、なんか自民邸とか言ってね、ツイッターで、うわぁ、さすが自民邸だみたいなこと上げてるんですよ、写真付きで。それは批判浴びますよね。現場ではお困りの方とか、自分のプライベートをしてね、家族をこう置き去りにして救援救助に向かっている行政職員の方とか、救急救命士の方がいる中で、自民邸だとか言ってるわけですから。だからそう言うとね、支持に戻る瞬間が国会議員にはないのかって言ったら、まあないでしょうね。それを覚悟してやるもんだと思うんですよ。だから私も政治家になろうかなと思う時に、この家族との一線を引いて国民に自分の身を晒す度胸があるかな、覚悟があるかなってことを考えると、やっぱそこはね、あ、いけるわとかスッとなんないわけですよ。ちょっと待てよと思うところ入るわけですよね。だからこそあまり政治活動しすぎると家族との仲違いも起きますし、それは通常のね、サラリーマン勤務以上ですよ、これは。そういうところがありますんでね、オンとオフっていうの使い方を、ものすごく私を意識するなっていうのと、そもそもオフがないっていうふうな考えですよね。私たちみたいなね、吉谷さんとか、一人起業してるわけですから、それオフはないですよね。つまり365日24時間勤務してるのがその姿であって、それに対して、やっぱさすがにね、高い報酬狙わないとやってられないですよ。これで月収20万とかだったら、ああ、だったらもうね、勤め人の方が楽ですって話になります。でも、やっぱりね、いろんな意味で、自由な仕事をしたい、自由な暮らしをしたい、自由な商品を売りたい、自由な人と出会いたいと思えば、この道を選ぶんですよね。もともとは私ね、麻雀店のオーナーでしたけども、その他店舗を20店舗以上ね、西日本に展開してましたけども、考えられないでしょ。私も考えられないですよ。あんな大会社を抱えていてね、その時は社長じゃなかったんですけども、ある一定の地位で
20店舗もの店舗をね、指示を出してね、そこに連なる多くの社員さんとの関わりがあったわけですよ。それが今誰とも繋がってなくって、下手すりゃ誰一人口聞かずに一日終わりますからね。だから唯一この YouTube でね、喋りまくってるところが私なんですよ。で、 YouTube をご覧の皆様ってのは私の顔がポンと出ればずっと喋り続けてるから錯覚するでしょうけども、 YouTube 起動してなかったら私一人ぼっちでこの部屋の中にいますからね。この部屋の中にですよ、一人ぼっちですよこれ本当に。だから DVD 見ようかなって話になるわけですよ。で、もしかして山本太郎さんも同じかもしれませんよね。人前に出たらとりあえずね、何かを聞かれるし、何かを喋らないといけない。それが政治家の唯一の持てる武器だからですよ。でもさすがにね、誰もいない、ビジネスホテルに帰って、さあ明日の朝まで体を休めようかって時にまで喋りまくっていないと思うんですよ。もちろんメールや LINE のチェックしたりね、それから書類を読み込んだりみたいなことをやって、くたびれるように一瞬でね、こう眠りにつくんでしょうけどもね。すごい方だなと思いますよ、だそれに比べるとね、岸田総理みたいにどっかでね、高い飯食ってる暇なんてないわけですよ。まあバカチンガーと思いますよね。岸田ってパパがね、パパがって、パパじゃないんですけど、パパです、家の中ではパパって言ってるんですよ、私一人称が。いや面白いですね。じゃあまた、あ、うやまやなうちに終わりましょうか。お疲れ様です、すいません笑いが出てきましたんで、はい、まあ山本太郎さんのオンとオフというテーマでお話ししました